メンバーシップ始めます。動画だけ見てても本当に上手くなれるっていう番組にしたいんですよ。ちょっとずつ仕上がってまいりましたね。はい、はい、だいぶ良さそうな感じが。そうですね、この間のレッスンから、はい、いい感じです。この間のレッスンはまたちょっと新たに動画にね、おー、めちゃいいじゃん。そうなんですよ、おかげさまで。いいんだが、しかしやね、ほう、ちょっとカメラマン翔吾はやっぱ切り返し硬いよね。はい、心当たりないかな、ちょっと力入りすぎてるなみたいな。いや、全然あります、ね、ありますよね。はいはいはい、うん、やっぱりこの切り返しで力が入ってしまうというか、まあ力入るんですけど、硬い切り返し、硬いってのはやっぱ手打ちを招きやすいんです。あ、まあグラブのコントロールができないって言った方がいいかな。うん、ただもっとこの柔らかく動きましょうっていうのが、まあ最大のテーマになってくる、柔らかく、はい、わけなんですけれども、はい、この柔らかさを出す、まあ硬く見えなくする、うん、このダウンスイングの方法が今回あるんですよ。ほう、でこれすごく感覚変わります。へえ、もうあの違和感でしかない、ほんと新感覚。うんうん、はい、まあ、今日はこれをカメラマンの翔吾にもレッスンして、皆さんにもシェアして、感覚っていうところ、うんうん、をちょっと得ていきたいなと思いますので、早速、はい、やっていきましょう。お願いします。はい、感覚共有。はい、じゃあ早速ねやっていきたいんですが、はい、まずね、この硬く見えてしまう、まあ、塩さん見てもやっぱちょっと硬く見えると思うんだよ、うん、僕のスイングと比べると、はい、例えば僕とかジョーとかね、うんうん、と比べるとカメラの翔吾のスイング硬く見えるんですけど、まあ一回僕普通に打ちますね、はい、どうですか。まあ自分ではね見てないからね、自分のスイング多分塩さんはこれ見比べたら違いが少し分かると思うんですが、うんうんうん、はい、めっちゃいいじゃん。この理由ですよ、まず、はい、これ一言で言うと、まあ、これカメラマン翔吾だけではなくてアマチュアゴルファーみんな共通です、うんうん、はい、バックスイングで最後の一伸び上に行っちゃうんです。あ、はい、上に行ってしまって体全体でよいしょみたいな、はいはい、動きをしている、こういう状態ね、うん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 、そうすると別に沈みが悪いとかじゃなくて、うん、腕とか肩をロックしてる状態で切り返しにかかっちゃうので、うん、まあ、どうしても手首自体はロックかかっちゃってる、はい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 、そうするとこの手首がロックかかってるってことはずっとクラブヘッドはこう固定されてる状態になるので、どこかで自分で押していかなきゃいけない、はい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 、これが硬く見えちゃうしフォロースルーを詰まらせる原因の一つ。なるほど、はい、なんでまずこのオーバースイングといいますか、最後の一伸びと切り返しの手首の柔らかさ、この2つを同時に覚えてきたわけ。ほう、はい、じゃあどういった動きをするとこれができるのかってことなんですけど、うん、いきなりフルスイングちょっと難しいのでウェッジに変えましょう。ウェッジに、はいはい、はい、それではね早速ウェッジでやっていきたいんですが、うん、まずショートスイングから始めていきます。はい、でまずねもう早速イメージからちょっと変えていきましょう。イメージ、はい、この下ろし方のイメージ、どういう下ろし方、はい、どういう動きにすると柔らかくかつ一伸びせずに下ろせるのか、うん、ってことなんですが、イメージは、うん、まあ、内輪があると一番分かりやすい。ほう、はい、内輪、内輪をこれ持ってたとします、はいはい、この内輪を右の人に、自分の右の人ですね、うんうんうん、に仰ぐとき、はい、どうやって仰ぎますか。そんな風に仰ぐそんな、こんな風に仰ぐ仰ぐもうちょっと大きくしん。あー、そういうことね。あー、なるほどなるほど。こんな風に仰ぐって見たことないよ誰よこれ普通こう、ちょっとこう。あー、そういうことか。なるほどね、なるほどなるほど。ボケてんのかよこう仰ぐじゃん。はい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 、はい、このイメージが欲しいのよ。はい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 、今までの生産でいないからね、その仰ぎ方なかなか面白い。ここに来て、はい、ここから、はい、仰いでて、右の人ね、仰いでったら、うん、
こういくでしょ。はい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 。ここで例えば内輪だとして、はあ、こうやってやります。仰ぐときやんなくない。やらないです ね。こうやって仰がないじゃん、こんな風には。はい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 。連続で仰ごうと思ったらこうやって、まあ、鳥の羽じゃないけど、なるほど、こうパタ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 させるでしょ。うんうんうん。このイメージが欲しい。でこの時に内輪の面下向いてるじゃん。うち、はいはい、下、はい、この内輪の面下向いてる状態のままやった。そうするとどうなるか、まあ、ここに内輪とか持ちながらやると分かりやすいんだけど、上げてきて、うん、内輪を仰ぐようにします。仰ぐ、うん、これだけ上げてきた。内輪を仰ぐようにします。おと今みたいにハンドファースト、はい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 、はい、で下に沈みます。体も自然に、うーん、ずっとこうやって、うんうん、こういう動きで、こうすることによって切り返しのタイミングがスムーズに速くなるのね。速くなったら別に打ち急ぐとかじゃなくて、一伸びせずに切り返せるわけ。わかります？ほう、はい、まあ、いわゆるこの間ですよね、っていうのが逆に取れるようになるわけです。こういう状態、うんうん、はい、で、すごくね、今見てるだけだと難しく感じると思うんだけど、うんうん、めちゃくちゃ簡単だから一回ちょっとやってみましょう。へえー、はい、はい、まず右手だけでも、右手だけにして、はい、はい、それ内輪だと思って、はい、はい、上げてきたら、長いがちょっとパタパタさせてみてください。はい、隣の人に仰ぐ感じで、そう、そう、そう、それ。はい。そうそう、内輪の面は下向いたままね。そうそうそう、オッケーオッケー、いいよ。オッケー。いいね。オッケーです。じゃあ今度は両手で持って、はい。はい、同じようにパタパタさせて。そう、そう。そうです。はい。そうです。そうです。はい、OK。じゃあそのまま構えて、ちょっとつなげて振ってみましょう。はい。うちは。うちは。ああ、いいね。おお。どう？え？感覚全然違うでしょ？全然違いますね。急に変わったでしょ、今。はい。はい、もう一回いいですよ。構えて。もう一回。え、なんか綺麗に当たる。そう。なぜかっていうと、はい、うちわで仰ぐときって、さっきみたいにこうしないのよ、先に。ほう、ここに来て切り返すときにイメージとしてこうなってくる、まあ、実際こんなふうにはなってないんだけど、うんうんうん、実際もうヘッドの方が少しファーストで来てるんだけど、はい、そこで柔らかさが出るから、まあ、勝手にヒンジが入る、うん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 、で肘も入り込んでくる、はい、で手の圧力自体は下にかかってきてるんで、はい、クラブヘッドがちゃんと下に向かうわけ。はい、でこのまま来てるからハンドファーストに当たると。でもちろんここで腕のアクションが入ってスペースに向かって腕が落ちるから左腰は勝手にドクッ、ね、後ろにこうやってグーッと入る。ドクでしょ。はい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 、はい、だから体も回る。ほう、はい、だから右に仰ぐイメージだけでこの腕の下ろしの感覚はもう完了しちゃうわけ。へえ。でこの仰げる範囲の最大の部分がフルスイングってことです。最大の部分かイメージはね。だから極端に仰げる位置がここまでだとしたらこの位置でスイングは終わりってことです。でも実際はこれでフルスイングに見えちゃうから、ちゃんと。確かにこの位置ですもんね。そう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 、そう。なるほど。そうするとわざわざここから自分でこう担いでからよっこいしょってやらない。あ、はあはあはあ、やらないでしょ。確かに確かに、うん、やったら仰げないから。うん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 、うんうん、もう一回ちょっとやってみましょう。このまま仰ぐ、うちは惜しい。いいよ、もっと下ね。ちなみに今のはボールに向かってるから、もっと真下。あ、なるほど。はい、もっと真下に。もっと真下に。真下に。そう、それ。おお。どうですか？すごい。むちゃくちゃ感覚出るでしょ。ちゃんと飛んでるし。はい。簡単、簡単に飛んだでしょ。はいはいはい、はい。今のでこれ 5% でしょ。確かに力全く入れてないですよ、今。でしょ？はい。でももう80、まあ約90近い。はい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 。うん、これが軽く振って飛ぶってこと。はあ、当たり方一つでどんだけでも変わんない。今までだと結構一生懸命振って80、90飛ばしたやつが、うん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 、つまり軽くトンとやってるだけでも飛んでく。はあ、はい、不思議。不思議でしょ、はい、これが軽く振って飛ぶ新感覚のダウンスイングだよって言うんだけど、もともとこの感覚ずっと昔から言ってるけどね、よくね、うん、柔らかくとか言ってますけど、うん、まあ、ちょっと分かりやすく具体的にしたのが今回の内容。はいはいはい、右腕トークとか、はいはいはい、はい、うん、全部つながるじゃんね。うちは持って、あ、男と思ったら右腕遠いでしょ、うん、こうはやんないわけですよ、うん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 、このまま遠くしていく、遠くして仰ぐ、仰ぐ、仰ぐ、ね、これがダウンスイングの一環にあると。はあ、だから今までのまあゴルフ性を見てると分かると思うんですが、この
右腕トークとか手首柔らかくてのはここに全部結びついてるよっていう話なんですけど、だからまあよく新感覚ダウンスイングとかサムネで使ったりするんだけど、はいはいはい、別に新感覚って本当は何でもないのよ。プロとかだったらこの感覚あるから、はい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 、大体の人は。なるほど。でもやっぱアマチュアの方からするとやっぱないと思うね。なかったじゃん、もともと。だからすごい感覚としては新しいので、はいはいはい、はい、うん、だからもう普段物を振る振り方の感覚とは全く違うわけですよ。違うじゃん。確かに確かに、うん、こういう内輪の感覚とかそれがすごい重要、うんうん、ちょっともう一回言ってみましょう。はい、さっき僕フルスイングまで上がってました。もう全然フルスイング近くですね。から内輪もうほぼフルスイングよね。音がいい。ハンドファーストでいいよね。はあ、90やと90、はい、だからちょっとスピード上げてごらん。それで、あ、なるほど。スピード上げるだけ、仰げる範囲でスピード上げるだけね。スピードを上げる。バックスイングもちょっと早めに。もちろんもちろん。ちょっと強く仰ぐ感じ。うん、ああ、なるほど。こっから。おー、ナイス。ほら。おお。いい感じに捕まって、ほら、100。え、100?5? 今まで58で100なんて飛ばしたことないでしょ。そうなんです。僕90がやっとでした。でしょ?はい。はい。もう今100いってます。やば。はい。まあちょっとカメラで見ても分かんないと思うけどね。はい。うん、だからこういうふうにやると、でも別にそんな振ってないじゃん今。いや全然、ね、ちょっと強く仰いでやろうぐらいの。はい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 、はい、これできるとやっぱ30、40、50も簡単にハンドファーストで打てる。でこの中にいろいろほどきとかもあって球上げるとかっていうのがあるんで、まあ、これが一番ノーマルの打ち方になります。へえ、はい、なんでこれをちょっとやっていただきたいということですね、はい、それ何番。9番です。9番。さっきのアプローチみたいに最初やってみて。あ、なるほど。ちょっと柔らかく、柔らかく、柔らかく。あー、いいね。おー、オッケー、いいよ。あ、やっぱりなんかインパクトが違うな。いつもよりグッと押し込めた感あるでしょ。はい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 。このちょっと早く。おー、惜しい。曲がっちゃう。いいよ、もう一応。こっから。オッケー。はあ。よきよき。うん。その感じだったらだいぶいい感じですね。いつもよりもだいぶ柔らかくなってると思います。へえ。はい。で、あとは今これちょっと捕まってんのは、今まで以上にハンドファーストが強かった、スペースの被りも強いから、その分しっかり体回していかなきゃいけないよね。なるほど。仰いだらそのまま、左に回らないと。はい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 、胸郭をもう少し引っ張ってくる感じ。脇腹でもいいけど胸郭を、そうそう、しっかりと後ろへね、後ろへ、胸郭を後ろへ引っ張る、仰ぐように、そうそうそう、押し押し。おお、距離で取る。めちゃめちゃ伸びましたよ距離は。150ぐらい飛んで、はい、 OK。 じゃあ最後にもう一回打っていきましょうか。はい、から仰ぐ、強い球が満飛びじゃん。おお、超えました150。はい、ちょっとそれを意識して、はい、まずやってみてください。はいはい、
さあ、皆様、翔吾さん、いかがでしょうか。いやもう劇的に変わりました感覚。感覚だいぶ変わるよね。はい。ね、うん、生徒さんでもね、やっぱね、こうオーバースイングになっちゃうとか、どうしてもこう担いじゃうとかね、うまくヒンジできないんですとか、うん、どうしてもこう体がめくれますとかっていう人は、この最初本当うちわを持ってやってもらうんだけど、リアルなうちわ。ここでこうやってこう何回もこうやってパタパタさせてもらって、でその後にここにうちわセットして一緒にこうやって動かして、そのまま打つと自然にもっと。それをよりきつくしていくと、まあ、こう低い球とかね、おってのも打てたりとかするようになるので、はい、まあ、これをちょっとこうマスターしていただくと、またこのダウンスイング の腕の下ろし方とか、うん、そういうところに悩まなくなるので、間違いなく、うんうん、はい、ちょっと積極的に取り組んで今後もやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと。